マクドナルドミュージックバリュー。離れているとっても、マクドナルドへご来店の皆さん、こんにちは、二重のりくです。今食べたいメニューはビッグブレックファーストデラックスです。二重のあやかです。シャカシャカチキンの味はチーズ派です。二重のまゆかです。サラダのソースは玉ねぎ派です。この時間は全国のマクドナルドだけで聴けるプログラム、ミュージックバリューをお送りします。今回は私たち二重がナビゲート、ぜひ最後までお楽しみください。はい、私まゆかなんですけど、実は高校生の時にマクドナルドさんでバイトをさせていただいたことがあって、その時にソフトツイストを作ってたんですけど、最初本当に難しくて、全然うまく負けなかったんですけど、やってるうちにだんだん上達してくる感じがすごく楽しかったです。すごい。あれ作るの絶対むずいやん、はい、それこの前名古屋のライブの時に、ソフトクリームを作る機会があって、はいはい、その時にちょっと本領発揮できてみんなに褒められてちょっと嬉しかった。だからか、はい、うまいなと超プロってた。あやかは？はい、私はいつも冬になると三角チョコパイを楽しみにしてるんですけど、その友達と部活終わった後に、その急いでマクドナルドに行って、友達と三角チョコパイを食べて帰るっていうことをしてました、あれめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいよ、ね、何味派？黒派。あー美味しいよな。私リクはですね、学校帰りにもうちょうどマクドナルドがあっていい匂いがするんですよ、なので絶対寄らずにはいられなくて、いつも友達誘って今日も行かないって言ってほぼ毎日行ってました。それぐらいもう本当に大好きです。学校帰り何食べるの？でもね、普通に夜ご飯あるやんか、全然前でも食べてて、その時も絶対ポテトは必須やん、でも、もう我慢できひん時はもうバーガーも友達と分けして食べちゃったりしてましたね。いいですね、はい、それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。20でブルームーン。